わっしゃい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 エガちゃんですエガちゃんさん、あ、今日は前回、はい、燃えあずと寿司の大食い勝負したじゃん。はい、やりましたね。で、負けたじゃん。負けましたね。あの燃えあずと一貫差だったんだよ。そうですね。おい、S お前、一番若くて童貞なのに一番少なかったよなすいません。でも今回は前回の反省をしまして、うん、欧米の研究をしてきたので任せてください。頼むぜというわけで東川さん、うん、今回はこのままじゃ燃えあずと戦えないから、打倒燃えあずの特訓として、うん、大食い界一の美女を連れてきた。大食い界の一の美女とは増内幸男。おー、確かに美女ですね。こいつも俺の大好きなデカ盛りハンター出てんだけどこいつがめちゃくちゃ食うんだけど、はいはい、すっげー美女なんだよ。そうですね。よし、打倒燃えあず目指して、まずは増内をぶっ潰すぜ。おい、武勇団、はい、俺たちに2連敗は許されないからな。チームエガチャンネル、行くぞ。おお、さあ、吉川さん、お、本日の対戦相手の増内幸男さんです。よろしくお願いします。デカ盛りハンターいつも見てるよ。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと思ったんだけど、テレビで見るよりエロい顔してる。そんな本人を目の前にして言うことではない。やっぱり増内、はい、夜は、はい、男を大食いしてんの。いやいやいや、だからそれ燃えあずにも質問されましたよね。違う、違います。その口で、はい、何本それいきなりデカ盛りハンターでそういう質問あります？今までされたこと一回もないです。早速ですが、今日はこちらのもつ鍋を食べていただくと。これすごいね。ちょっともつの一個一個の大きさがでかいよ。うん、美味しそうだね。今回のルールを説明します。お、江頭さんとフリーフランの4人対増内さんの1人のハンデキャップマッチとなっております。今回の対決はこちらのもつ鍋4kg。そしてもつ鍋を食べ終わったら麺を 300g 追加します。なので総重量は 4.3 キロとなっております。で、制限時間は1時間で、より多く食べた方の勝利となります。はい、はい、そして今回はこの対決のためにお家でリーズナブルにホールモンを食べてほしい。ちょっと待って、ホールモンどこの言葉なんだよ。じゃあ向井さん、今回はこの対決のためにお家でリーズナブルにホルモンを食べてほしい、そんなコンセプトで作られた伊達の倉さんから内ホルのもつ鍋を提供していただきました。おお、増内さん、はい、もつ鍋4キロと麺300、はい、どうですか？私もつ大好物で、やばいかもしんない。今日本当に楽しみでした。おお、しまった。多分余裕です。いったなちなみに、はい、増内の、はい、今お腹の状態どんな感じ？あ、今日もう本当に気合い入れてきて、うん、普段だったらどんなあの大食いの仕事の前でもちょっとは食べてきたんですけど、うん、今日本当に何も食べてこないと思いました。おお、ガチです。ガチだな。江頭さん、今日お腹はまっさ
空腹です。何も食べてない。何も食べずに来ましたか。増渕は、はい、エガチャンネル登録してる？大好きです。おお、マジかよ。大好きです。いや、こう言うんだよ。そうですよね、大体こう言うんだよ。エガチャンネルで好きな回は、はい、すごい悩むんですけど、やっぱり初めてのシリーズが大好きで、うん、江頭さんのおかげでモスバーガーがめちゃめちゃ好きになりました。おお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 マジかよ。嬉しそう。嬉しそう。3分前に負けてるじゃないですか。ちなみに前回のじゃあもやずさんのもご覧いただきました、はい、それはもうあの予習を兼ねてもう3回ぐらいしっかり見てきて、皆さんの胃袋の感じとかをもう把握してます。おお、江頭さんはもうものすごく芸人魂が強くて、あ、入るんだって思っちゃったんですよ。あの朝食だって言われてたのに、正直あの40貫食べると本当にすごいことなんですよ。ちょっとあれはびっくりしました。だからちょっと今日ももしかしたら江頭さんが予想外の動きをされて負けてしまうんではないかっていうドキドキがあります。ちょっとハードル高くない？江頭さん本当に2連敗はできないですから。そうだね、はい、今日本当にガチで勝ってください、ね、そうだね、はい、ガチで勝ちに、はい、あと一つだけ気になったのが、はい、S の多く食べる研究をしてるっていう、はいはいはい、謎の言葉、はいはい、あれが気になったんだけど、何なの？そう、調べたら、うん、食事を抜いてきちゃうと胃が小さくなって食べられなくなってしまうので、逆におにぎり1個程度食べた方がいいっていうらしいんですよ。なので僕おにぎり1個食べてみました。おい！今言うんじゃないよ。俺たちに伝えるよ。なんで言わないんだよ。ふざけんじゃない。お前空腹だよ。まっさらですね。まっさらで来ちゃう。胃小さくしてきちゃったじゃん。まずい。実際そういうところあるんですか。正直それは私たちぐらい5キロとか6キロ食べる人はそれを言うんですけど、多分普通の方は絶対食べない方がいい。すごい、どうしようと踊らされて。あ、そろそろグツグツいってきました。だんだん沈んできたね、はい、これ本当美味しそうだよ。いや、まあそうっすね。マスブチ、はい、もし俺勝ったら、はい、お前、はい、デカ盛りハンターで、はい、うましらで使って。わかりました。わかりました。お、はい、俺完全予約してるから、はい、絶対使えよ。はい、ありがとうございます。お、見逃さない。見逃さない。絶対見逃さない。あの、私萌え萌えキュンキュンみたいなパワーワードがなくて、じゃあもし私が勝ったら、うん、江頭さんパワーワード作ってもらってもいいですか。私の決め台詞みたいな。わかりました。お願いします。では鍋が食べ頃になりましたので、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは対決よーいスタート。よっしゃー、いただきます。絶対負けられない。汁も入れて。わかりました。これ、柚子胡椒にしようか。いきなりですね。いきなりはいいそのまんまの味まず食べてください。あ、そうなの、はい、いただきます。プリプリ。めちゃくちゃうまい。うん、いただきます。あのね、あっさり系だ。あっさり系、うん、これだったらいくらでも食える。おー、どうですか。すごい、はい、プリプリなんですけど歯切れはめちゃくちゃいいんで、もう飲めます、このおもち。おいしい。いただきます。うん、おいしい。これビール欲しくなります。マスブチさん、お酒飲むんですか。大好きです。昨日も3リットルぐらいビール飲んで。うまい。うまいね、めちゃくちゃうまい。甘いっすね。うん、あれ、ちょっと見てください。意外ともうこんなやってますよ。うまい。早い、よし。
入れるんじゃないですか。やっぱりスタートダッシュは4人強い。やはりもつうまっ。あでも野菜もたっちゃって、ちょっとペースを落とさないでいこう。はい、で、モエアズとの戦い、俺見たら、はい、最後、やっぱりみんな箸置いてたからね。ああいうかっこ悪い戦いやめよう。ちなみに、こちらのもつ鍋なんですが、うん、大トロホルモンと言われる鮮度抜群の最高クラスの国産焼酎を使用していまして、とにかく油が美味しいそうです。臭みは全くない。おお、でさらにホルモンの旨味を引き出すためにあえて大きめにカットしてるそうです。あ、分かった、大きいですか。だからか。ちょっとマス口情報を得る、時々入れて、もう抜かれてるとか。今んとこ圧勝ですね。まだ。ただウェアの時もそう言ってたんだよ。はい、ありー。おお。松口さんも3回目。3回目。3回目。本当に。やばい。M 頼むぜ。はい。すみません。ブリザラをあと3つ追加して。そんなもんだよ。それは。あ、もう冷まして。これちょっと暑さが大変的だよね、はいはい、そうか、ありがとうございます。なるほど、ちょっと冷まそうか。とにかくもうガチで勝つから。あれけどもうちょっとすごいペースで半分、いや向こうもなんだよ。あれ設定4キロか、意外といけちゃう量なのか。ただ今回はスープもすべて飲んでいただくので、はい、皆さんスープも同時に。スープがうまい。やってる場合じゃねえんだよ。お前どんどん追加しろよ。目安に1時間ありますから。いやいやいや。ちょっと待ってん。うわ落ち着く。お酒飲んだ日バッチリ、めちゃくちゃレベル高いと思う、うん。こちらのもつ鍋のスープはですね、うん、お取り寄せでは6種類ありまして。あ、ほんと。九州醤油、ニンニク醤油、地鶏塩、黄金白だし、ピリ辛濃厚味噌、しびれマーラーから選べるそうでして、今回は定番の九州醤油を用意しました。で、九州醤油の特徴は甘めの醤油を使用しながらもさっぱりとしたスープでして、やっぱりさっぱり感が強い。おお。で、鍋のスープに溶き込むことでスープのコクが増し、そのスープがまた大トロホルモンに絡むことによりどんどん味わいが深くなり、最後の最後まで味が進化し続けます。おお、進化。ちょっと俺本気モードいくわ。おっ、絶対負けたくない。柏さん、うん、ちょっとこの量見ると、うん、今回はガチで勝てるかもしれない。うわ、おい、キュンキュン。ここで出た。確かにこれスープみたいに飲めますね。お、エル、何杯目？3杯目。お、お、皆さん何杯目でしょうか。あ、エス食べてる？うん、はい。イエスがちょっと怪しいですよ、いらっしゃって。おい、エス、歌詞が止まってますよ。もう早い。エス、お前、朝食ってきたおにぎりでもお腹痛い。大失敗じゃないかよ。エス、あの説何だったんだよ。やばい、結構減ってますよ。うん、うわ、やべえ。だけど、はっきり言って、4人が箸止めなかったら絶対勝つんだよ。そうですね、あの時が箸止めたから負けたんだよ。結構いい勝負ですよ。外食する時、はい、もうめっちゃくちゃ食うんだよ。そうです、飲むので、うん、どちらかというと飲んで食べてで、ね、うん、
ごいことになりますね、階級。一番多かった階級って何なんですか？これ大食いの方と3名と焼肉に行った時に、50万。おお気持ちいいね、だったらもし今日2連敗したら、うん、萌えやつと増渕さんを焼肉ごちそうするって言うんですか？いいですよ。めちゃくちゃいい店で、めちゃくちゃいい店で今日2連敗したらいいですか？負けませんから。ケースが早くなってますおいおかわりS も入れて。あ、 S がわざと持つ1個残して食べ、なんか食べきってない風に見せてます。ここに器いっぱい入れてどうですか今皆さんお腹の割合は？ L は5ぐらい。お、 M は僕も5です。お、 S は8です。全然食べてないんだ。江頭さんは13。江頭さん13いっちゃいましたもん。もう芸人魂でまた食べるよ。すごい。絶対負けたくない。萌え萌えキュンキュン。いいなぁ。いけそうな感じしますね。これいける、絶対いく。完食はいけそう。いく。やっぱり4人はやっぱり強いですね。もう一杯。おお、すごい。今度行くぞ。だいぶ見えてきました。おお、これは勝つかも。本当？はい。ただ増渕さんも食べるのに早いっすね。めちゃくちゃ早いよ。こっち結構そんな止まらずに食べてるのに。うん、S 足置くな。はい。めちゃくちゃ置いてたな今。安田さん。あ。大食いの時酸っぱいものを食べるといいらしいんですよ。なので。うん、梅干し用意してきました。お、お、本当に？梅干しを食べると満腹中枢っていうかなんか、なんか、なんか刺激されておい、ざっくりじゃねえかよお前。食欲が増すらしいです。本当？ちょっと、じゃ梅干し1個いく。匂い嗅ぐだけでちょっと焼きが出てきます。本当？はい。おお、今、匂い嗅ぐだけで。おい、この S の技が。あげへん。めちゃくちゃあげへん。おお、おすごい。口がさっぱりしていい。お、江頭さん、ほんまいった。もうそこが、あ、そこの音がした。まずい、まずい。すいません、じゃあ私味変というか、氷的な、なんか冷たいものもらってもいいですか？すいません。なんか効果あるんですか？あ、もう、もう暑さで今ちょっとスピードがどうしても出なくて。あ、じゃあ、あの音って。すごい。地獄になっていったよ、俺。あー、もうない、ない、ない、ない。おい、一杯ずつ入れろ、自分で。一分。一杯ずつ入れろ。え、これない？もうない、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 やばい、やばい。よし、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 これで。
同点になる。こっちの勝機は、うん、増渕さんスープが結構残ってるんですよ。あ、そうなんだ。こっちはスープが少ないので、これ同点ぐらいになってんじゃない？今ほぼ同点ですね。同点でしょ。じゃあもう麺投入しますか。うん、投入投入投入。お、ついにエガチャンネルチームが麺を投入したか。ただスープがない。やばい、スープがないじゃない。で、増渕さんの方はちょうどいい。美味しそう。伸ばせ伸ばせ伸ばせ。やばい、デッドヒート。絶対足置くなよ。デッドヒートだ。イシホルモンもつ鍋セットはもつとスープだけではなく、締めのちゃんぽん麺にも特別なこだわりが。製麺歴50年を誇る麺職人が手掛けたもつ鍋と相性抜群のもちもち麺を使用。もつの油が溶け出したスープが麺に絶妙に絡みますと。行きますか。もう行こうか。行こう行こう行こう。負けちゃうから。およし、もう負けちゃうから。おっと、そんなに取ってどうすんだよ俺。俺12位だって言ってる。おっとやめちゃう。すごい、ロングやる。美女だから綺麗やばいけど、まさか予測的時間が。おぉやべえやべえ。おい、どうぞ。ちょっとこれはすごいことになってきた。めっちゃめちゃうまい。麺、うまっ。すごい美味しい、プリプリで、もちもちで、すごい美味しい。やばい。おぉ、ありがとうございます。あぁ、映画チャンネルチーム、ついに M、はい、頼む。プラスでくれ。やばい。江頭さんも爆食。負けたくない。うわっ、負けたな。ちょっと待って、増渕さんが追い上げてくる。男4人のスピードにくっついてくる。絶対負けたくない。ちょっとじゃあ火止めますか。わっと足を置いてる。足で置かないぞ。おぉ、すごい。江頭さんが全部決まってる。あ、待ってください、増渕さん。え、ちょっと待って。うわ、麺なかった。増渕さん、麺がなくなった。あとはスープのみ。やばい。おい、ガチラさんがすげーやってる。あっと、これどうなる。おお、これはどっちだ。うわあ、あとは鍋の前だ。あ、M。 じゃあ鍋全部持っていいですか。おお、いいですよ。うわぁ、俺が飲んでる。おいおい。うわぁ。うわぁ。すいません。うわ、すごい。一人であの量。すごい。
マスブチさんもすごかったけど、最後イガシラさんもすごかった。イガシラさん、意識ありますか？イガシラさん、下の上みたいになってる。ちょっと誰かガツンとみかんを。わっと、そしてマスブチさんも。うわー、すげえ。相撲界の優勝だよ。すごい、うわすごい、すごい、入ってるんですか、それがお腹の中に今全部、はい、めちゃくちゃ美味しかった。うわガツンと見てる、あったー。赤木入場ありがたい。これ、マスブチ、あ、ありがとうございます。嬉しい。めちゃくちゃうましだわ。だからありがとうございます。いい戦いだった。いい戦いでしたね。そして S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 、 はい、お前にも。いやいい戦いでしたね。いや名勝負でしたよ。その時もそうだったけど、はい、それ言おうかもしんないよね。名勝負でしたね。すごい、皆さんすごいですね。魂がもうなんかすごい強い。言っても男4人ですから。じゃあ今日の戦いに、はい、乾杯。ありがとう、ありがとう、ありがとう、来てくれてありがとう。ありがとうございます。はい、エースがエース何、もうどうなるの今。限界です。うまい、うましだうましよ。お、そうだ、デカ盛りハンターだぞ。こんなもんじゃないぞ。俺全部録画してるぞ。なんかデカ盛りハンターのスタッフがわけわからなくて切っちゃうんじゃないですか。いや、どんどんして何これ。ガチャさん、はい、今回ですね、うん、お得なキャンペーンがあります。おこのモツ鍋を2セット購入で国産牛もつ1パックおまけ、3セット購入で2パック、4セット購入で3パック、うん、5セット購入で4パックと、頼めば頼むほど無料で最高級のもつがもらえます。おお。で、このもつ鍋のもつなんですけど、うん、半年間の冷凍保存が可能なので、複数セットを購入した場合でもお好きなタイミングでお好きな量を解凍してお楽しみいただけます。大食いの人はもちろん、家族で楽しみたい人、大勢で楽しみたい人に持ってこい。スープも6種類から選べて、複数同時購入でもおまけがつきますので、ぜひ気になる方は概要欄をチェックしてみてください。マスブチさん、いかがでしたか今日の戦い。はい、いやちょっとすっごい悔しいので、うん、私リベンジマッチさせてもらいたくて。おー、はい、いいねその言葉。はい、そうですね。で、絶対に江頭さんに焼肉をおごってもらいたいです。おあぶねえ、あぶねえ。なんか、あそこで火がついた説ありますよね。これ、うまいから、みんなも頼んでくれよ。おやつ、首を洗って待っとけよ。